さあ、竹下さん、はい、日本敗れましたけれども、アメリカが強かったですね、今日。今日はね、非常に、本当に1セット目の入りから集中してましたから、いや、ちょっと怖いなと思いましたね。まあ、日本がやりたいバレーをやられたというね、解説の中でも竹下さんおっしゃってましたけれども。はい、やっぱりブロックとレシーブの関係はもちろんですけど、その後の決定率も非常に高かったですし、もうやっぱりその後に対してはアメリカの思うような形でバレーを展開されたのかなと思いますね。これはやっぱり日本のこれからの戦いを考えるといい学びだったというふうに考えたんですよね。そうですね、選手もいろいろ、あ、すいません、選手もいろいろこう試しながらというか、あの後から入っていく選手もすごくあのいい活躍を見せてくれたりと、チームにとってはすごくあのいろんな意味で学びが多かった姿勢になったんじゃないかなと思います。アメリカ側も、ね、今回あのなかなか後輩化していて苦戦はしてたんですけども、もう勝敗じゃないんだと、オリンピックに向けてその負けたことが一番の学びで、それが次につながればいいってスタンスで来てるんですね。これ勘違いだと思ったんですけども、はい、同じような形ですね、日本の場合。そうですね、オリンピックによってあのメンバーも発表されているというところで、ワーティアを聞いていくというところではアメリカとしては今日は、ね、非常にいい形で展開できたと思うんですね。日本としてもやっぱここからもう一回ギアを上げて、あのチームとしてあの成熟させていくことが非常に大事だと思いますね。日本も最後、伊集院さん、第3セットの修正ですよね。関選手を入れてから展開変わりました、これ。そうですよね。本当にこう両サイドをうまく使いながら、その間相手のスペースのバンカーサークルをうまく入れながらというところ、外から見てるからこそ分かってることであったりとか、すごくいい形で展開できたなと思いましたね。そういう意味では本当にあの1セット目、2セット目、強固なアメリカのブロックがありましたけども、部分部分でああいうふうに暴れてきたり遅れてきたりするんだなっていうのがよく分かる展開ではありましたよね。そうですね、やっぱり距離が出るから出るものも遅れますし、それがもう両サイドに比べると、やはりブロックもしっかりそのブロックがちょっと割れたりというところにつながってきてますね。今日あの縦の映像から皆さんブロックとレシーブをご覧いただくことが多かったと思います。分かりやすくないですか、ブロックが空いてるなとか、開けてるなとか、そう、そうですね、あとはトスが本当にここまで伸びてるからこそ、このストレートのスパイク打てたよなっていうシーンもあったと思いますし、まあ、そのやっぱり横の位置と縦の位置じゃ見え方も違うと思うので、そこは面白さがあるのかなと思いますね。さ、まあ、あのこの後日本の代表は決勝トーナメントもありますけどね、こちらに向けて時間があまりないというのがちょっと大変だと思います。うん、そうですね、まあ、本当にこう長い期間戦ってきているので疲労感はあるとは思うんですけど、まあ、本当にすぐ移動してまた試合なのでなかなか難しいとは思うんですけど、うまくこうポイントオフを作りながら、もうとにかく今苦しいとは思うんですけど、いい状態で、なるべくいい状態で入ってきてほしいなと思います。12戦で得た自信と、そして学びをしっかり表現してもらいたいですね。そうですね、もう皆さんの応援にこう応えられるようにみんな頑張ってほしいなと思います。そして男子の方も北京ラウンドが始まりますね、はい、またこれがね楽しみですよね。また、ね、NSTBS でね生放送されるような、皆さん見てください。これ男子のバレーは日本がメダル取っていくとなると、世界のバレーボールのトレンドが変わったっていうふうに言えると思うんですよね。まあ、本当に男子選手たちもすごく意識高くやってることを見ていて、すごく見てる方ね楽しいですし、なんかワクワクさせてくれることがたくさんあるので、もっともっとなんか期待しちゃうと思うんですけど、まあ、それね、程よいプレッシャーに感じながら頑張ってくれたら嬉しいですね。日本がまた男子バレーボール世界を動かすというシーン、楽しみです、はい、そして最近女子にエールをお願いします、はい、ファイナルラウンドに行くということと、あとその後の先のオリンピックもありますから、とにかくいい状態でいいパフォーマンスをみんながこう披露してくれることを期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。